前回のカズマリ、なんだか川の位置が微妙。そんなわけで河川工事、ただ河川工事中ちょっとしたいたずらをしようとすると、そういうガチギリあるの、なんかほんとすんません。はい、というわけでどうもカズモリでございます。一つ分かったこと、意地悪はしちゃダメ。友達もそうだし、動物にもそう。ペット飼ってたらね、動物飼ってたら意地悪しちゃダメよ、マジで。で今日ね、今そう、これもしかするとなんかいたよね、桟橋へする魚さん。もしかするとなんだよこれ。おお、ナイススルー。私のキャスティング能力確かめようとしてる。綺麗にいくよ。はい、どうよ。うわ、これ来た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 。よし、うわ、カデキどんなもんだ い, いや絶好調でございますね、絶好調で。こちらは、あ、珍しく湧いてないの。ちょっとあの脇チェックしてみようか。今日ちょっとね、いろいろ家とかね、実はどけたんよ。あのカバちゃん家とかどけちゃったってさ、あ、すっからかんになりました。一旦ここすっからかんにしてからやろうかなと思ってさ。はい、 いい感じでございますね。ちょっと綺麗にね、ここ箸かけたりいろいろやっていきましょう。あ、鼻チェック鼻チェック。やっぱ金のバラ咲かんかもしれんなー、これ。ただの水やと今んとこ咲く気配なし。待って、こっちの方は、あ、こっちも一回咲いたらダメなのかなー。あー、ここはこれか。まあまだまだ長期戦でございますな。あ、こっちはこっちは、こっちのお花コーナー全然咲いてない。これ黄色でしょ。紫咲かんと話にならん。頑張れ頑張れお前ら。ちょっとまだまだステップいっぱいあんだぜ。まあ、この辺もやっとこうか。もうちょっとあと一つぐらいね、あのオレンジのバラ欲しいもんな。はい、よっこいしょ。さあ、うんなら今日だいぶ進むと思うから、工事がね。最後ね、あのゆめみちゃんのところで共有できる飲食はちょっと綺麗になった。このカズさんのワールド公開いたしますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いします。さあ、うんな、やるべやるべ。こっからまず埋めていこうか、これ。よしよしよし、ここら辺だな。さあ、うんな、ここ縦の方法って滝をね流す、うん、そんな感じでね、行きたいなと思います。あ、そうだ、せっかく日中やってるから今日もお洋服探しに行こう。あるかなー、みんなの、あるかな、あるかなー。お、あさみあさみ、またまたもらうよ。あれ、今日くれないの。あ、今日くれない、なんかそんな気もあんだ。あ、でも視聴者さんにね、アサミってかぶってるわ私っていう、ドキッとするって言われました。はい、アクセスしましょう。あるかな。まあ、全国のアサミさん、ご視聴ありがとうございます。うーわ、これ最高、ありがとうございます。ちょっと時期ずれだけどね。これ最高ですわ。おー、いいですなー、浴衣さんもいいですなー。はい、バイバイ。おー、ちゃんと、そうだ、みんなに声がある。ラザニア、ヤッホー。オムレツ食べようの。昨日、川の工事をしてたこと、島中の噂になってたよ。はいはい。噂になってたんだ。あ、みんなにちゃんと声がある。ゴンゾー。うん、いつぶりだ。いや、そんなことないで。なんかあげよう、これ。何あげようかな。これ化石あげるわ。カズモリ。よーし、ということで本日が河川工事、まあ、ちゃんとしたバージョンでございます。というわけで、いきますかいきますか。まずタケシャンをね、タケシャンちょっと抜きましてね。これどうしよっかな、このラインどうしよっかな、すげえ悩むよな。一旦崩すか、ここ。こういうことね、こういうことだよね。オッケー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 。さあ、みんなちょっとこのラインでやっていきます。まずいいでしょいいでしょ。でこれ2マス開けぐらいで今やってんだよな。で本来はこうして、そう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 、こんな感じこんな感じ。うおいおい、上もちょっとライン作るで。
おいおいおい、はい部長、ほんで OK です。あ、いいじゃんいいじゃん、ここも飛び越えてるもんな。あ、いいじゃんいいじゃん。さあ、ほんでここをどうしようかっていう問題があるんだけど、一旦ここはなんかたまりのね、なんか池からこう落ちるようなイメージで、ここ一旦こうやっとこうか。これよし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 、 OK ですね、 OK ですね。あ、ただそうだそうだ、この上なんかこの崖上ってなんかいい魚釣れること多いじゃん。だからこの崖上のここだけお魚がちゃんと湧くように調整してさ、待ってるよカバオ、ここに今立派な橋かけてやるからな。お前お前このままだとなんかまた取り残された人みたいになっちゃうから待ってるよ。 OK です。ほんで下、ここのエリアを今湧き潰しゾーンとしてね、行きますか。1個、2、ここかな、1、2、よーし、できたできたできた。魚湧いてないよね、めちゃめちゃいいじゃんこれ。あ、今日も鮭釣っとこうか、とりあえず。はい、あ、聞いちゃう、おお、そっぽ向くなって、そっぽ向くなって、おお、これなんなんだろう、この意地悪するよね、たまに。はい、ルールル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 ここはもう釣りスポットとしてもう完璧と言っていいから、ここら辺は湧き潰ししてでもいいかもしれんな。ここも潰しとこうか、湧き潰しちゃ潰しちゃ、ここら辺も釣りづらいし、せめてここら辺までだから、この左右のね、ここら辺だけでいいんだよな正直。そうしようそうしよう、こんな感じでね。 OKOK、 いいねいいねいいね。ほな次上の方だね。はい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 、うわ、これで釣り効率めちゃやばいぞ多分。こっちも魚わかんようにしよう。ほんでどうかな、これで、あ、金バラできてる、またここ今気づいた、金バラできてるじゃん。やっぱ黒バラからはね、ちゃんとお水さえあげてれば金バラできるんですよこれ。あららららららら、できてるじゃんできてるじゃん、お水あげよう。ただ金バラから金バラがね、ちょっとできるかっていう、そこがねまだ試してないんでね、この普通の上路で増やせるのか、まだそちら行きたいなと思います。うわー、めっちゃいいとこできちゃったなこれ。あとこっちも湧き潰ししたいよね、こうなってくると。そうしようそうしよう、おーし、こんでいっか、こんで、これで完璧な魚湧き場ができたんじゃないのか。これでできたぞ多分、これで。なんだこの斜めの道しるべ、覚えてねえんけ。あ、知ってるわな。いやいいのが今回もできてしまいましたね。ちょっと他のところね、魚湧きチェックちょっと今していきましょう。まあ海はねさすがに湧くんだけど、ここの河口も湧くよな、そりゃ。ここの鮭まだ取ってないな。おい、ここのなんか過去微妙に広いんやな。これもいつかアップデートで、秋のアップデートでね、これ治らんのかな、治るっていうか追加されんかなね。砂浜加工したいよね、砂浜。あ、どんどんあっち行くわあいつあいつ、もうこっち向かんのかい。キャスティング難しいやろ、そこ行くで行くで。まあ自分プロやから一発で決めるけど、はいはい難しいんだって。はい、来た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 、ゴリ巻きフィッシュシャケです、カズモリ。まあそれはそうと、チェックチェック、どうえどうえ、ここら辺も含めて魚湧いてないけ。完璧です、完全に魚の脇を制御しておりますね。こっちの方行ってみましょう。ここには、うお、ほら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 、またチョウザメかキングサーモンかわからんけどさ、来てるで。うわ、
わ、まただこれ。フィッシュ、チョウザメすごすぎん？この左右往復するだけでさ、チョウザメめっちゃ取れる説。やば、うちのワールド。ほうほうほう、またいる。これ鮭やな。地面めり込んじゃってるってお前。フィッシュ。ほんでこっち行くと、次あっちの方でチョウザメが湧いているっていう、この無限ループ。来るか、チョウザメ来るか。嘘、ほっちょっと待って、やばないこの和紙。ほら待って、この加工やばいのができたかもしれんな、これ。フィッシュ。うわやべえ、この巻き方やべえわこれ。いやー、川整備した甲斐がありましたな。ほんでこっち行くと、あー、どっか左右ここら辺だけ湧いて、こっちの奥とかは湧いてないよね。湧いてない、湧いてない、湧いてない。うわ、めっちゃいいのできた。そう、こっちもチェックしよう、こっちもチェック。うわ、いい、完璧。ここもちょっと湧く可能性ね、池の魚あるかもしれないけど。え、めっちゃ良くないですかこれ。今回のなかなかな力作がね、できたような気がいたします。いや、あともうちょっと便利なようにね、左右橋もうちょっとかけた方がいいよな。橋もうちょっとかけてね、よりいいものをね、また作っていきたいなと、はい、思います。あ、最後、そうだそうだ、忘れた忘れた、夢だけ見せんな。え、現在コシャン島の夢を夢番長お預かりしてますが、どうなさいますか。夢を更新したい。よし、これでこちらの夢番茶はこちらになっております。もしよかったらみんな遊びに来てください。また何かこうしてほしいやったら、ぜひまたコメントよろしくな。バイバイ。